縄の基地の問題は本当に、今の大問題です。で、沖縄皆さん行かれたことあると思うんですよね。沖縄に行くと本当に米軍基地の存在にもうびっくりさせられます。で、僕も去年夏休み、もう束の間の休みで沖縄行ったら、子供と遊んでたらいきなりこう空の上を黒いゴーンとともにね、米軍機がこう通り過ぎて、本当にびっくりしたし、普天間の基地なんて行くと町の真ん中ですから、もう基地の周りに学校はある、保育園はある、病院はある、住宅はある。で、アメリカの国防長官のラムズフェルドっていう人があそこを視察をして、これダメだと、こんなのほっといたら、こんなところで大事故起こったらもう大変なことになるから撤去しろって言ったぐらい危険な基地なわけですよ。で、5年前には沖縄の普天間基地のヘリコプターが沖縄国際大学っていうところに墜落をして、で、ヘリコプターっていうのはね、僕話聞いたら、普通パラパラこの辺飛んでるヘリコプターと違うんですね。やっぱり米軍の輸送ヘリっていうのはね、大きいんですよ。羽を広げるとだいたい25メートルプールの大きさぐらいあるっていうんですね。で、25メートルプールがね、空からバーンと降ってくるんですからね、こんなこと考えたらもう1日たりともこんなものは置いておけない、あるいはこういう苦しみを他の住民に押し付けることだって、これは許されないっていうふうに多分思う、みんな。で、私ね、この問題で今の政権ちょっとね、やっぱダメだと思うんです。鳩山さんは言うのはね、日米合意と、それから沖縄県民の思いと、この2つを踏まえて判断するんですって言うんですね。でもね、皆さんね、これ2つ踏まえたら絶対判断できないんですよ。全然違うんだから。で、沖縄の県民は絶対に新基地建設は認めないっていう声を今上げてるわけです。私これいろんなところで紹介してるんだけど、これ沖縄でね、去年11月の8日に県民大会ってあった時の、これ翌日の新聞、これ赤旗じゃありませんので、琉球新報っていう沖縄の新聞なんですけど、これ実はね、この新聞、これで驚いちゃいけなくて、こういうふうになってるんですね。もうテレビ欄潰して、もう怒りの声がこう溢れてるんです。こっち裏の方も、もう新聞のね、紙面の中からもう党派超えて市町村長さんたちが怒りの声をこう上げてるんです。12歳の戸口武龍君ってね、いい挨拶してるんですね。鳩山さん、大人になったら約束は守らなくてもいいんですか。基地を作らないというのは大事な約束です、守ってください。辺野古の海に私も行きましたけど、本当に美しい珊瑚礁で、そこで13年間杭一本打たせないっていう、そういう戦いを沖縄の人々はやってます。自民党と公明党の衆議院議員はついに一人もいなくなっちゃった。で、名護の市長選挙では基地建設反対の稲嶺進さんが勝利をしたわけですね。もう沖縄県民の思いはっきりしてるんです。で、私は鳩山さんは日本の総理大臣なんだから、アメリカの思いじゃなくて沖縄の思い、日本国民の思いを踏まえて決断をすべきだというふうに思うんです。で、これね、議論していくと結局最後に政府の方が言うのは抑止力なんですと、だから必要なんですと、共産党とは立場が違うんですっていうんですね。抑止力っていうのはね、日本を守る力っていうことですよね。でも普天間の基地って海兵隊なんです。海兵隊っていうのはね、昔は西部劇の時は騎兵隊っていう名前だったんです。とにかく戦争の時に一番先頭に立って、こう立ったか立ったか、こう殴り込みをやっていくと、まず真っ先に乗り込んでいくと、これが海兵隊なんです。実際にベトナム戦争でも湾岸戦争でもイラク戦争でもアフガンでもそういう殴り込みの戦争の役割をやってきた。5年前にさっき言った墜落したヘリコプターもイラク戦争出撃準備中に墜落してるんです。だからね、日本を守ることと関係ないんですよ。海兵隊ってのは日本を守るっていうことを任務にしてません。アメリカを守る軍隊でもない。アメリカが侵略戦争をやるための軍隊だから、こんなもんいらないじゃないかというふうに私たちは思ってる。で、私は抑止力抑止力って言うけど、抑止力が心配、そんなことないんだと。憲法9条という最高の抑止力を日本は持ってるんだから、堂々と自信を持って進めばいいと、私はそう思います。で、この間テレビでミノモンタさんと話してたら、ミノさんが
小池さん、キャンプ、海兵隊っていうのは、キャンプっていうのが多いよねって言うんですね。確かにそうですね、と。キャンプハンセン、キャンプシュワブ、キャンプコートニー、みんなキャンプって言うんです。だ要するにね、海外を転々と戦争していくからキャンプっていうふうになった。キャンプだってなったらもう65年もやったんだからもうそろそろ引き払ってもらっていいじゃないのというふうにね私はね言いたいんです。で大体ねあの普天間の土地だって勝手に取り上げたんですよ。家賃だって土地代だって一度も払ってないんですよ。沖縄の人々が避難してる間に勝手にアメリカが基地にしちゃったんですよ。不法占拠してるんです。不法占拠している侵略のための基地だったらあれこれ言わずに出てってもらうと。で引っ越し費用は自分で出していただいて引っ越し先は自分で見つけていただいてそして出てっていただくと。なんかね日本の方で引っ越し先をあれこれあれこれ準備してあげようとするからどん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 議論がこじれていってしまうというふうに思うんです。侵略のための軍隊だからいらないじゃないかということを堂々とね言っていく。これやっぱり沖縄県民の思い、日本のやっぱり将来にとっても大事なことだというふうに思うんです。でさっきも質問にあったようにでもその心配だと、米軍がいないと守れないんじゃないかと。だからさっき私言ったように、ね、海兵隊っていうのはまさに沖縄の基地の中心部分、海兵隊です。海兵隊って、ね、日本を守る任務ってないんですよ。でそういう意味で言うと日本を守ることとは関係ない軍隊であるということもある。そして実際にね、じゃあ中国や北朝鮮が日本をその侵略してきますかと。でこれはね別に共産党が言ってるわけじゃなくて、例えば防衛省の防衛白書っていう、まあ、そういう文書があるんですけど、この防衛白書の中で日本を今組織的に侵略するような国っていうのはこれはないというふうにはっきり書いてある。でそれはそうですよ。やっぱりね、日本の中に入ってきて軍隊が蹂躙するようなことがじゃあできますかと。でそういったことはねやっぱりありえない、現実政治の中でも。で私はそういったことをさせないための外交努力を徹底してやることがやっぱり日本の責任だと思うし、憲法9条を持っている国であればやっぱそういう努力を徹底的にやっていくということが必要ではないかなというふうに思ってます。で例えば日本を守るということでいうと、私はもっともっとやらなきゃいけないことは他にあると思っていて、まあ、軍事費には5兆円近く使ってるわけだけども、例えば、気象庁の予算なんてどんどん削って700億円ですよ。で地震だ、津波だ、台風だ、これが一番ね国民の命を奪ってるのにもうどんどん削って700億円までなっちゃった。あるいはその海上保安庁の予算なんかもどんどん削られて1700億円になっちゃった。一方で日本を守ることと関係ない米軍やあるいは自衛隊の装備のために5兆円ものお金を使うっていうあり方、やっぱり大元から見直していく、そういう時期が来てるんじゃないかなというふうに思います。でそれからやっぱりこの問題の根っこに何があるかっていうと、日米安保っていうのはあると思うんです。やっぱり、ね、異常だと思うんですよ。だって沖縄だけじゃないんだから、東京だって横田基地があるわけですよね。あるいは横須賀には原子力空母が、世界で横須賀だけです母港にしている。で例えばロンドンに米軍基地があるとか、北京に米軍基地があるとか、そんなのありえない話なんですよ。で日本はこういった状態をずっと続けてきた。でこの間沖縄出身の赤嶺政権衆議院議員が国会で追及をして、で沖縄の歴史をこうね語って、で沖縄の人々は祖国復帰をみんなで戦った、なんで戦ったのかといえば、基地の島沖縄が憲法9条のある日本に戻れば平和な島になると思って頑張った、でも日本に復帰したらば逆に米軍基地は増えた、憲法の上に日米安保があったからだっていうふうに言ったんですね。だったら文字通り憲法が本当にてっぺんにある、そういう国作ろうじゃないかと。もう皆さんの世代、これからね、今まで50年間日本は安保条約の下で米軍基地が置かれ続けてきた。でこれから若い皆さんが生きていく50年もずっとそんな日本でいいのかと、このことやっぱりね、正面からやっぱりみんなで考えようよと。でそんな中で沖縄の人々にこんな苦しみを押し付ける、そんな政治続けていいのかということを正面からやっぱり言っていかなきゃいけないんじゃないかなと。で僕ら共産党は今度の選挙でもやっぱりそういう日本の在り方をね、やっぱり正面から問い直すような、そういう議論をぜひやっていきたいというふうに思ってますし、日本を守る一番の確かな力は憲法9条ね、しっかりこれを掲げて、これを逆に世界に広げていくことなんだということを大いに訴えて、
これが本当の日本の平和を守る道なんだということをぜひ語って広げていきたいというふうに思っています。そのために全力で、皆さん力を合わせて頑張っていきましょう。